鄭義雄は、大韓民国の外交官、政治家。現在、同国外交部長官。韓国大統領府国家安保室長、外交安保特別補佐官を歴任。鄭義雄と金正恩ョンウン1971年に、外務部入省。外務部通商局長、中米国大使観光士、中イスラエル大使、中ジュネーブ代表部大使、国際労働機関理事会議長等を経て、 2004年5月から2008年5月まで国会議員。2017年5月21日から文在寅政権の大統領府国家安保室長。他国間外交、通商交渉、国際協力などの分野で実績があり、選挙中より文人への外交安保政策ブレーンとして活動した。2020年6月16日、北朝鮮が 海上工業地区内の南北共同連絡事務所の爆破を行ったことにより、南北関係の悪化が懸念されることになった。そのため、大統領府が外交安保関係人事の一審を図り、7月3日の発表により、国家安保室長を退任し、大統領外交安保特別補佐官に就任した。2021年2月9日より、前任の公共案に代わり、 外交部長官に就任。2018年3月5日、韓国大統領府の特使団の代表として、特別機で北朝鮮に派遣されて、金正恩朝鮮労働党委員長と面会して、南北首脳会談の開催で合意した。それまで最高指導者就任後の金正恩は、外国の政府要人との面談は、中国と4回、キューバと2回、シリアと1回の、 計7回しかなかったために、極めて異例とされる。8日には訪米し、ドナルド・トランプ大統領の米朝首脳会談の受け入れも発表したが、北朝鮮からの公式な反応はなかった。このため、マイク・ポンペオ国務長官は、テイヨシヨウが持ち込んだメッセージに疑念を持ち、テイを嘘つき呼ばわりしたと報道された。3月12日には中華人民共和国を訪れて、 習近平中国国家主席と会見。米朝首脳会談に向けた交渉での習近平国家主席の果たした重要な役割に謝意を述べるも、この際の座席配置が朝鮮戦争休戦協定の協議で国連軍の代表に低い椅子を与えた中国を想起させる皇帝式接見として韓国で物議をかもした。十三日、ロシアを訪れてセルゲイラブロフ外相と 朝鮮半島問題で平和的な解決策を共に模索することで一致した。30日、中国の楊清志共産党政治局員が、金正恩にとって最高指導者就任後初の首脳会談であった、中朝首脳会談の報告で訪韓した際に、面談し、南北首脳会談、米朝首脳会談の開催が成功するように、協力することで一致した。 2018年11月6日、徴用口裁判の判決に抗議する日本政府の姿勢に対して日本政府が強硬な対応を続けると我が政府も相応の対応を取らざるを得ないとの意見を表明している。2019年11月4日、アセアンプラス3首脳会議の控え室で日韓首脳の面談が行われた。面談は韓国側が準備した非公式なものであったが、 後日、韓国大統領府は一方的に、観覧の内容と現場の写真を発表。写真を撮影したとされる定をはじめとした、韓国側担当者の姿勢は、審議則に反するものとして、日本側担当者から非難する声が上がった。2021年1月20日、大統領府より、時期外交部長官へ起用されることが発表された。千二十一年二月八日、 人事聴聞会において人事案の経過報告書が与党単独で採択され、文在寅大統領が同日夕方に長官任命案を採開。9日に外交部長官に就任した。2021年3月31日、韓国政府は4月3日から中国のアモイで大き外相と会談すると発表し、両国関係や朝鮮半島情勢など意見を交わすとした。 これについて、韓国の保守系メディアは、韓国の外相がアメリカに先立って、中国を訪問するのは異例だとして、米中両国のバランスを取りたい狙いがあるとの見方を示している。ありがとうございます。